商人氏は商人頭とも呼ばれ、戦国時代から江戸時代前期にかけて、諸大名の両国内あるいは、城下町において、諸商人の統率、他国からの行商人の取り締まり、各種商業課税の徴収代行、定期市などの市場の開催、工業を行った特権商人。中には、街道筋や城下町の警備など、大官的な要素を持つ者もいた。 商人士の多くは、もともとは座における特権を持ち、問屋を営む豪商で中には、連弱商人や天馬問屋を営む者も,もあった。戦国時代に入ると、各地に一定の武力を有して、広範な市場網と交通網を確保するとともに、多くの商人を支配下に置いた親方商人が出現するようになった。大名は、必要な物資を円滑に確保するとともに、 商業流通を支配するために、こうした親方の中から商人士を任じて、その統制を委ねたのである。商人士には、商人裁きと呼ばれる領内の商人を統制する一種の、権断権が認められ、中には、盗賊の取締りや、通行手形の発行、荷物の検閲などの権限を保持する場合もあった。商人士の性格については議論も多い。 すなわち、商人士の、親方としての性格を、大工頭や枝頭と同様の職塩的原理に、基づいた支配であると捉え、また大名から商人に対する過重な課税や不当な、刑罰を課された場合には、その撤回を求めて、大名側と交渉するなど、商人の保護者としての側面も有することから、彼らは、大名から一定の自立をして、 町の自治を主導する存在であったとする見方が強い。だが一方で、承人誌の中には、大名家の御用承人を兼ねる者が多く、しかも承人誌自体が、大名に認じられていた役職であることを指摘して、むしろ大名の代官として、承人の統率者としての側面を重視する見方もある。また、承人誌の中には、 元は武士であったとする由書書を持つ者が多く、商人氏に任命された商人の由来が、必ずしも現地で代々続いた商人ではなく、大名権力と結びついた、信仰商人や外来商人も相当数含まれて、いたと考えられていることも指摘されている。さらに商人裁きなどの所権限についても、領内もしくは城下町全域の商業全般に、 対して、無条件に及ぶものなのか、大名から命じられた商人に対する徴税とそれに、関連する範囲に限定されたものなのかについては、意見が分かれている。商人氏として、著名なものとして、足名氏に仕えた柳田氏や今川氏に仕えた友野氏上杉氏に仕えた倉田氏小田氏に仕えた伊藤氏朝倉氏小田氏に仕えた立花の氏などが知られており、 東日本で多く見られている。こうした、証人誌は、江戸時代に入ると、町共同体と、対立や定期氏の衰退によって消滅するが、彼らの中には引き続き、御用承人や、町役人に認じられて、城下町での発言権を保った者や、野市などの特定の承人集団を率いた者もいた。ありがとうございます。